皆さん、こんにちは。今日は細川たかしさんのことについて紹介します。まずは、細川たかしさんの経歴とプロフィールから紹介します。細川たかしさんは1950年6月15日生まれ、北海道出身。1975年にデビューをした。歌手として活動している。細川たかしさんの妻は、和子さんという方です。細川和子さんは2歳年上で年上女房となります。お二人は1974年に結婚。2018年に死別をするまで、なんと44年間も連れ添ったんですね。細川たかしさんはまだ下積み時代、歌手として売れていない時期から、和子さんと交際をしていました。22歳の頃に二人は出会ったのですが、その頃は勤めていた会社を退職し、歌手になるためにクラブ歌手活動に専念していた時期。和子さんは当時、すすきののナイトクラブで働いていました。二人が出会った場所は北海道ということになります。そんな和子さんに一目惚れした細川たかしさんは、猛アタック。一目惚れをしたということですから、相当綺麗な方だったんでしょうね。しかし、和子さんは、年下には興味ない、と公言しており、なんと年齢を年上に偽って猛アタックを繰り返したんだそうです。その後二人は交際することとなり、なんと巫女でスピード結婚。それからは、細川たかしさんのメジャーデビューも決まり、上京するかどうかを迷っていた時に背中を押したのも和子さん。その後、売れなかったら1年で戻ってくるから、と約束しました。細川たかしさんは、和子さんを一人残して東京へやってきたんですよ。しかし、発表した曲はすぐにヒットしブレイクし始めました。1975年に発表したデビュー曲、心残りが大ヒットし、1975年には日本レコード大賞最優秀新人賞も受賞。なんと、二人が交わした1年という約束を見事に果たして、ご結婚されたんですね。細川たかしさんがどれほどまでに和子さんを大切にし、大きな支えになってきたかということが改めて感じられました。そんな妻和子さんですが、2018年11月23日に残念ながら亡くなってしまいました。享年は70歳。とても早すぎる死ですよね。和子さんの死因ですが、病気の可能性が高いと考えられています。というのも、1年半の入院、闘病の末に亡くなってしまったと、当時報道がありました。さらに、細川たかしさんの息子さんがツイッターで、病名を明かしていました。病名は、間質性肺炎の影響による胸部大動脈瘤破裂。ツイッターの内容はすでに削除されていたのですが、死因をしっかりと明記されていたようです。亡くなる4年半前には、脳内出血による開頭手術も行っていることを、明かしていました。病気を抱えられていたんですね。しかも、細川たかしさんは和子さんを亡くした直後、ハワイでのステージを控えていました。大きな悲しみを抱えていたのですが、周りやファンにはそのことを明かさずに見事ステージを披露。帰国後に家族のみでひっそりと密葬を営んだということなのです。細川たかしさんは、2020年11月25日に NHK の歌コンという番組に出演されました。その時、デビュー曲である心残りを披露されたのですが、歌いながら号泣されたことが話題になっているのです。番組内で涙を流しながら歌ったのですが、途中で歌うことができなかったほど、これは、おそらく和子さんのことを思い出し感極まったために、歌うことができなくなったのだと思います。そして、その後再婚されたのかも気になりますね。調べてみたところ、2022年時点では再婚はされていません。しかし、2019年に千葉県君津市の市議会議員加藤清美さんとのデートが報道されました。
現在は2022年ですが、2人が再婚したという情報は入っていません。今もまだ交際が続いているのか、加藤清美さんが離婚されたのかどうかは、分かっていません。ですがもしかしたら、今後2人が再婚される可能性もあるかもしれませんね。てっきり細川たかしさんが歌番組で号泣されたとき、今もずっと和子さんのことを思って忘れられないのかと思っていました。しかし、すでに新たな恋愛をされていたようですね。独身ですし、何の問題もありません。細川たかしさんの自宅は北海道にあります。豪邸の自宅ビルを北海道に建てたのは、細川たかしさんの出身が北海道だからですね。老後は北海道でということで、現在は北海道に9階建てのビルを建て、その最上階にお住まいです。居住用の不動産賃貸も出していますので、ビル名も公開されています。その名は T&K ビル。あれ？ T&H ビルじゃなくて T&K ビル。たかしの T と K でしょうかね。そんなことはさておき、ビルが建てられたのは31年前の1991年4月。住所は札幌市北区新川2条1丁目です。札幌からすぐの場所ですね。現在、細川たかしさんは9階の最上階に住んでいます。8階は息子家族、2階7階は賃貸に出しています。1階はカラオケルームらしいですよ。細川たかしさんの生声が聞けるなんて、贅沢すぎるカラオケルームですね。ちなみに、以前、賃貸部分は 2LDK48 平米で、5万円で賃貸情報が出ていたようです。都心に比べると、住みやすいお値段。2018年11月に細川たかしさんのビルの5階で火災がありました。幸いにも怪我人はなく、細川たかしさんの自宅などには問題がなかったようで、一安心だったようですが、ビビりますよね。発火の原因は5階居住者の空気清浄機だったようで、電源を入れた時に爆発したようです。埃が溜まっていたところに通電して爆発したのかなと、想像しちゃいますが、怖いですね。大きな被害はなくて、本当に良かったですね。残念ながら、細川たかしさんの現在の年収は公開されていませんが、1999年に発表された歌手の納税ランキングがありました。歌手の中でランキング14位というトップレベル。納税額は6548万円。推定所得は1億8400万円だそうです。現在マンション収入などもあるようですから、ピークは過ぎているとはいえ、テレビ出演もちょいちょいありますし、地方公演も頻繁にあってますから、人気と年収は安定されているでしょうね。今や大物演歌歌手として盤石の人気を誇る細川たかしさん。よく通る歌声と明るいキャラクターがイメージの細川たかしさんの、近年の髪型が正直おかしいと評判です。なぜああも極端な髪型にされているのか。あの年齢で、失礼ながらあれほどの個性の強い髪型を、する演歌歌手、しかも大物、は細川たかしさんくらいだと思いつつ、本当に髪型がすごいことになっています。画像で見てもらうしかないなって感じです。一時あまりにもすごすぎる髪型とキャラの強さから、まさかのカツラ疑惑も浮上した細川さん。でも番組で強烈に髪の毛を引っ張って大否定。確かにカツラにしては、あんなカツラトリプル。オーダーでない限りありえません。某バラエティ番組で実際髪の毛を引っ張っている。ところを見たのでまずカツラではないのだな、と納得できました。カツラ疑惑が払拭できた後にも植毛疑惑も出たり。してましたが正直言って植毛してあの仕上がりはないかなと思いますが、いかがでしょうか。細川たかしさん曰くこの髪型にしている理由は、性野菜の白髪が嫌で気にして剃るうちにどんどん、剃り込みがエスカレーションしてきたらしいです。
ミヤネ屋に出演した時にそうおっしゃって見えたそうです。逆効果な気もしますが、わからなくもありません。びっしりと白髪染めをして黒髪をキープしていると、微妙にちらほら出る白髪が妙に気になるものですよね。髪型に続き細川隆さんの性格も悪いと噂されているみたいです。そう言われて叱りのエピソードを少しご紹介します。演歌の大御所ということで、長者番組でもある NHK のど自慢で30年代の細川隆ファンの男性が歌を歌ったところ、あの程度なら金二つだね、30年歌ってきてあの程度なの?と、ファン相手にぐさっとくる辛辣な言葉をストレートに発しています。またラジオ番組で若手人気演歌歌手の氷川きよしさんの悪口を言ったり、歌手のジェロさんのファッションに苦言を呈するなど、どうも思ったことを黙っていられない性格のようで、ズバズバと言いたいことを言いまくっています。相当強気な性格の様子で、確かに敵を得た発言だとしても、言われた方の気持ちを考えると立場ある大物、演歌歌手としてはあまりイケてないかもしれません。だって30年代のファンの男性も素人なんだし、30年歌ってあの程度ってのはやっぱりちょっと言い過ぎかなって思いますね。歌手じゃないので愛想でどこか良いところを褒めてもらった方が、やっぱり人間は嬉しいというものです。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。皆さん、こんにちは。演歌界の大御所でありながら、特番では J-POP も熱唱してくれる気前の良い細川隆さん。妻、細川和子が残した遺言や、最後を見取ることができなかった切ない別れに涙が止まらない。今日は、細川隆さんのことについて紹介します。まずは、細川隆さんの経歴とプロフィールから紹介します。細川隆は、日本の歌手、北海道阿武田郡真狩村出身。歌手を志したきっかけとなったのは、伊沢八郎のヒット曲、北海の満月を聴いてからであった。札幌すすきののクラブを中心に歌手活動を行っていた。雰囲気が森進一に似ていたことから札幌の森進一と呼ばれていた。その活動に東京の芸能プロダクションが着目し、メジャーデビューを進める。この下積み時代に後に妻となる2歳上の女性と知り合い、上京した1974年当時は妻子がいたが、妻に背中を押され、1年で売れなかったら戻ると約束し、単身上京した。1975年4月1日、心残りで歌手デビューする。伸びやかな高音と民謡で鍛えられた肺活量で迫力を持った歌声は評価され、第6回日本歌謡大賞で放送音楽新人賞、第17回日本レコード大賞最優秀新人賞など、同年の音楽新人賞を多数受賞、1位10位のすべてにランクされるという記録を樹立し、80万枚を売り上げ大ヒットした。しかし、奥様を病気で亡くされ号泣されたことがあるそうです。また再婚されたのかどうかも気になりますね。細川和子さんは、2歳年上で年上女房となります。お二人は1974年に結婚、2018年に死別をするまで、なんと44年間も連れ添ったんですね。細川隆さんはまだ下積み時代、歌手として売れていない時期から和子さんと交際をしていました。22歳の頃に二人は出会ったのですが、その頃は勤めていた会社を退職し、歌手になるためにクラブ歌手活動に専念していた時期、和子さんは当時、すすきののナイトクラブで働いていました。二人が出会った場所は、北海道ということになります。そんな和子さんに一目惚れした細川隆さんは、
猛アタック。一目惚れをしたということですから、相当綺麗な方だったんでしょうね。しかし和子さんは年下には興味ないと公言しており、なんと年齢を年上に偽って猛アタックを繰り返したんだそうです。その後二人は交際することとなり、なんと巫女瀬でスピード結婚。それからは細川たかしさんのメジャーデビューも決まり、上京するかどうかを迷っていた時に背中を押したのも和子さん。その後、売れなかったら1年で戻ってくるからと約束しました。細川たかしさんは和子さんを一人残して東京へやってきたんですよ。しかし発表した曲はすぐにヒットしブレイクし始めました。1975年に発表したデビュー曲心残りが大ヒットし、1975年には日本レコード大賞最優秀新人賞も受賞。なんと二人が交わした1年という約束を見事に果たしてご結婚されたんですね。細川たかしさんがどれほどまでに和子さんを大切にし大きな支えになってきたかということが改めて感じられました。そんな妻和子さんですが、2018年11月23日に残念ながら亡くなってしまいました。享年は70歳。とても早すぎる死ですよね。和子さんの死因ですが、病気の可能性が高いと考えられています。というのも1年半の入院、闘病の末に亡くなってしまったと当時報道がありました。さらに細川たかしさんの息子さんがツイッターで病名を明かしていました。病名は間質性肺炎の影響による胸部大動脈こぶ破裂。ツイッターの内容はすでに削除されていたのですが、死因をしっかりと明記されていたようです。亡くなる4年半前には脳内出血による開頭手術も行っていることを明かしていました。病気を抱えられていたんですね。しかも細川たかしさんは和子さんを亡くした直後、ハワイでのステージを控えていました。大きな悲しみを抱えていたのですが、周りやファンにはそのことを明かさずに見事ステージを披露。帰国後に家族のみでひっそりと密葬を営んだということなのです。さすがのプロ根性ですね。和子さんの口癖はいつも明るいたかしさんでだったそうです。その言葉を胸に今も明るい自分で表舞台に立てるよう頑張っているそうです。本当に涙が出てくるほどの夫婦愛ですね。ですがこれほどまでに愛した妻が亡くなったという事実はなかなか受け入れられなかったのではないでしょうか。細川たかしさんは2020年11月25日に NHK の歌コンという番組に出演されました。その時デビュー曲である心残りを披露されたのですが、歌いながら号泣されたことが話題になっているのです。番組内で涙を流しながら歌ったのですが、途中で歌うことができなかったほど。これはおそらく和子さんのことを思い出し感極まったために歌うことができなくなったのだと思います。この心残りという歌はデビュー曲でありとても大切な歌かと思います。しかも奥様を残して上京し、その背中を押してくれたのも奥様。この歌には他の歌にはないほどの思い入れがあることは間違いないでしょう。2020年は奥様が亡くなってから2年が経っています。亡くなってすぐではありませんが、細川たかしさんの心の中に奥様がずっと残り続けていることがわかりますよね。この歌を聴いてさらに細川たかしさんのファンになった方も多かったはず。素晴らしい歌声を披露してくれました。そして細川たかしさんがどれほどまで妻のことを愛しているかよくわかる画像ですよね。そしてその後再婚されたのかも気になりますね。
調べてみたところ、再婚はされていません。しかし、2019年に千葉県君津市の市議会議員、加藤清美さんとのデートが報道されました。加藤清美さんは2010年に初当選。市議として長年活躍しています。加藤清美さんの父も元市議で、その父のつながりで細川隆さんと知り合ったそうです。妻と死別したことで二人は急接近。なんと加藤清美さんがツアー先にもついていくほど、距離を縮めていたようなのです。すでに半同棲状態で、再婚を目指して交際が続いているとも言われています。ですが、この時旦那さんがいたようで、もし交際していたとなると不倫ということになります。細川隆さんは妻と死別されていますから問題ありませんが、加藤清美さんは結婚しているとなると問題ですね。この報道があったのが2019年。現在は2023年ですが、二人が再婚したという情報は入っていません。今もまだ交際が続いているのか、加藤清美さんが離婚されたのかどうかは分かっていません。ですがもしかしたら、今後二人が再婚される可能性もあるかもしれませんね。てっきり細川隆さんが歌番組で号泣された時、今もずっと和子さんのことを思って忘れられないのかと思っていました。しかし、すでに新たな恋愛をされていたようですね。独身ですし、何の問題もありません。それに細川隆さんの悲しみを癒してくれた存在かもしれませんし、現在もお付き合いが続いているのかどうか気になるところです。2018年11月7日、札幌市北区新川二条1丁目の9階建て。ビル T&K ビルの5階の住宅一室から7日正午ごろ出火。室内の玄関部分を焼いた。北署によると、住人のピアノ講師の女性と小学5年の娘に怪我はなかった。演歌歌手の細川隆の事務所によると、ビルは細川の所有。細川は当時不在で、最上階にある自宅に被害はなかった。署によると、女性は空気清浄機のスイッチを押したら炎が上がったと説明しており、出火原因を調べる。2から5階部分は賃貸住宅やテナント。細川は怪我人がいなくて幸いだったと話しているという。細川隆のお持ち帰りが発覚して大騒ぎになっている。と言っても、日本ではなく台湾での話。細川は今月27日に台北市内でデビュー40周年記念コンサートを開催。自身9年ぶりの台湾公演では、北酒場や新曲、演歌船を含む約20曲を熱唱し、ファンを魅了したという。問題はその夜だった。関係者らと日本人向けのスナックが軒を連ねる一角へ向かった細川は、ある店に入って酒を飲んでカラオケで大盛り上がり、店内では30代の黒髪台湾美女がぴったりと寄り添っていたという。午前2時頃にお開きになると細川はホテルへ。すると、その黒髪美女が関係者に付き添われて、細川の部屋を訪れたというのである。その一部始終が29日付の現地紙、金華日報に、演歌天皇、極楽大ペという大見出しで商報されてしまったから、さあ大変。金華日報は日本のスポーツ紙の要素も兼ねた有力大衆紙だが、2面にわたる大展開は外国芸能人としては異例の扱い。ちなみに、見出しの極楽台北という文字は、02年に日本向けのバイハルガイドブックとして出版され、当時台湾で批判が起きた極楽台湾をもじったもので、日本人は台湾でバイハルばかりしているという批判を込めているという。しかも、同紙のウェブサイトには店内での様子や、女性が細川のホテルを訪れる動画までバッチリ。翌朝、
同氏の直撃取材を受けた細川は知らない。わからないと話していたが、言い逃れは難しい状況だ。細川の所属事務所は、そういう事実は一切ないと回答したが、ここまで騒動が大きくなった今となっては事態の収束は難しそうだ。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。